本日本代表の背番号が決定、注目の久保さんは、日本サッカー協会は11日、10月のインターナショナルウィークに臨む日本代表選手の背番号を発表した。9月の活動から久保や冨安などに変更はなかった中、昨年のワールドカップ以来の招集復帰となった南野拓は、今回招集外となった鎌田大地が背負っていた8に決まった。また同案率が招集外のため、エースナンバーである10は不在となっている。なんで久保10番にしないんだ。今のユニで久保10番を買いたい。10番は久保しかいない。プレイスタイルも10番タイプだしな。フランス代表10番エムバペ、イングランド代表10番ベリンガム、クロアチア代表10番モドリッチ、ブラジル代表10番ネイマール、アルゼンチン代表10番メッシ、他の国ではちゃんとふさわしい人が10番だな。久保ファンじゃないけど10番は久保でいいのに。実力、知名度、年齢すべてが適正。南井のそこは10かっぱらうくらいじゃないと、何8選んでんだ。日本の10番って活躍しないイメージあるもんな。久保が10番つけるまで久保のユニ買わないってやつはマジで多そう。10番はトップ下の呪いがかかってるからな。久保って森安から明確にお前スタメンじゃないよって感じで扱われてて草。浅野が10番ならユニ売れたのにな。